ほくろの除去に至ってはもうなんかゴシゴシするみたいなのと、自分でこういう風にした方が自信が持てる時代のおかげでね。ユーのこれからこれからシーズン2、今回も視聴者の皆さんからいただいたお悩みに答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ユーさん、彼に整形がバレそうです。子どもの頃から顔にコンプレックスがあって、25歳の頃二重まぶた、目頭切開、ほくろの除去手術をしました、うん、それからは自分に自信が持てるようになって10キロのダイエットに成功、うん、スキンケアやメイクの勉強も頑張って、今は憧れていた化粧品ブランドで美容部員をしています。お、職場の同僚の紹介で初めての彼氏もできました。お、イケメンで優しくて一緒にいて楽しくて本当に幸せです、うん、それなのに彼が家に遊びに来た時、更新手続きをするためにパスポートを出しっぱなしにしていて、整形前の写真を見られてしまったんです。彼はあれという表情を浮かべたものの、今と雰囲気が違うねというだけで他には何も言いませんでした。でもおそらく気づいたと思います。整形していること、彼に正直に伝えるべきでしょうか。ゆうさんは整形についてどう思われますか。茨城県29歳、美容部員の方です。え、二重と目頭切開とほくろの除去、ああ言わなくていいんじゃないもうだってそんな二重と目頭切開とほくろの除去はメンテナンスじゃないですかでもそんな感覚ありますよね、もうね。僕らも、もうな、もう全然気にならないですけど、ね、なんかだからっていうぐらいの、なんか沖縄出身って言ってたけど山形なのとかそういうことは伝えた方がいいような気がするんですけどその人何ですかみたいな、じゃあ分かんないけど私も二十歳の時の彼氏に、彼が一個下だったのかな、21と20かな、なんか私が気にしてたんでしょうね、嘘をついたんですね、うんうん、でなんか東京タワーに行って占いみたいな、なんかそれで私なんかママと一個嘘ついて、まあそれ嘘じゃないですか、出てきた内容が。だからなんか私はなんか、彼はなんか結構一生懸命、あ、そっか来年はこうこうこうで、あ、そうなんだ、ゆうちゃんは、私はなんこうだって、でもこれ違うんで私じゃないんでなんか ちょっと適当に呼んでたんですけどそういう年をごまかしたりもしたことありますし、目頭切開に二重なんてもうほくろの除去に至ってはもうなんかゴシゴシするみたいな取れちゃったみたいなことですし、もうだこうやったらもうだから別にで、そこで彼氏さんがあれ君もしかしてなんか例えば詳しい方で目頭切開の施術をみたいな感じだったらなんかはいいたしましたみたいな感じなんだけど、何にも言ってないと別に何にも、私はいいと思います。で、なんかの突拍子もない時に逆に言ってもいい、言ってもいい、そうそうそう、言ってもいいし、だから本当ご自由にっていうぐらいの、なんかのきっかけがあった時にその愛する人に言うかもしれないですけど、何から何までを伝えないじゃないですか、別に。それと同じようなことだと思うんですよ、なんか生鮭より焼いた方が好きなんだっていうことを一生懸命説明しなくてもいいじゃないですかなんかだから そのなんか場面でそういう話になんかなった流れで、あ、よっかなってなったら言えばいいしぐらいのことだと私は思います。手術した整形したことで自分に自信が持てるようになったっていうのがすごいいいなと思ったんですよね。私も毎年包茎したいとか鼻を高くしたいっていうたんびにノンウィーバーの友達に止められてやってないんですけど自分でこういう風にした方が自信が持てるとかいうのは、うん、時代のおかげでね、うん、それこそジェンダーとかも、はい、もう選べる、うん、だから
そうやってお顔を変えたりとか脂肪吸引するのだってじゃあその人たちもみんな言うべきか、うんうん、いやいやいらんっしょっていう場面もありますし、うんうん、みんなで整形の話だったら、はい、私もしたよって言えばいいしぐらいな、うん、なんかカジュアルな、うん、だからなんか騙してるとかそういうことには全くならないと私は思います。なんか嫁が実はなんかあなたもう20年一緒にいるんだけれど私目頭切開をしたんですね実はって言われたらいやもう逆によくやったですね褒めて使わす褒めてなんかメイクの一環というかっていう感じもするので言っても言わなくてもいいと、うんうん、これがあのシュプでいきなりフィーチャリングをしてあってあの馬場圭介先輩もやはりこのバンドねということでコートをこの前着てらっしゃいました。でパンツはあのまたドロシーの白がヤンキーパンツが出ましてほんで今日はこれちょっとまた紐の結び方がですね靴の専門家たちに怒られるんですけど上まで全部10ホール10ホールやんなきゃいけないんですけどヴィンテージの綺麗なのがいっぱい馬場先輩の店に入ってきたということでお知らせいただいて久しぶりにゲッチュいたしました。以上です。後半4年が編まない。好きな人だしねそんなこと言わずにじゃないし意外と男性は気にする